マメ図を選択しますと、このような画面が現れます。出来型は、段階検査用に、講師の区切りに検査写真を撮ります。一つの構造物ができるまで、底付け、基礎工、型枠工、上場、出来型、寸法を測り、写真を撮っていきます。その工程ごとに豆図を用意するのは大変です。そこで、一つの豆図にいくつもの検測点を用意し、講師に合った検測点を選択するようにしました。基礎工の豆図に使用するときは、基礎工だけを選択しますと、他の寸法点は表示しないように作られています。図をご覧ください。黄色く点滅している箇所があります。左側には検測点名が黄色くなっています。マウスで違う検測点を選択しますと、黄色の欄が移動します。その左側には可否ボタンがあります。検測する箇所をクリックしてチェックマークをつけます。チェックマークは複数つけられます。今回は基礎工を検測したということでしたら、基礎砕石の幅と厚さにチェックマークをつけます。あとは OK ボタンをクリックすることで、次の画面豆図を間違って選択した場合は、豆図選択ボタンをクリックしてください。豆図選択画面に戻ります。出来型管理は豆図を選択し、設計値と実測値を入力していきます。